国道30号起点岡山県岡山市北区大雲寺交差点国道30号は岡山県岡山市北区から香川県高松市に至る一般国道である。香川県高松市の水木通り、写真左は高松城石瀬戸内海で隔てられた本州側の岡山県と四国側の香川県との間の海を渡る一般国道の路線で、 岡山県玉野市と香川県高松市の間は、航路で結ばれる。瀬戸中央自動車道は、国道30号の自動車専用道路部にあたる、高速道路で、瀬戸大橋で、瀬戸内海をまたぐ。起点の大雲寺交差点から清照橋までは、当線の中央に、岡山電気機動正規橋線が通っている。10日、市交差点は、ロータリー状になっており、それまで難進していた。 当線はここから、岡山市南区の藤田地区まで南西方向へ進路を変える。玉の市街地の手前に、ループ橋である西谷橋を降り、玉の市街を通信して、本州側の終点である宇野港へ至る。本州側の宇野港から、四国側の高松港までの距離約 18km の海上区間は、宇航航路とも呼ばれ、宇航国道フェリーと四国フェリーにて運航されていたが、 宇航国道フェリーが2012年10月17日に、四国フェリーが2019年12月16日に、それぞれ運休となり、1910年に宇航連絡船の運行が始まって、以来、109年の歴史に幕を閉じた。四国側の起点である高松港の宇航国道フェリー前交差点から、三方と高松玉も交差点までの 0.4km の区間には、 水木通りという愛称が付けられている。この水木というのは瀬戸内海に面した高松城のことで、当線はその高松城の真横を通過している。三方と高松玉も交差点から終点の中心町交差点までは中央通りと呼ばれる。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び、経過地は次の通り岡山、香川間の往来は、 最短距離であり、かつこと平宮にも近い下津井丸亀間の航路が利用されていた。本道路はこれを前進とした上で、後の交通整備により、路線の変更が行われて成り立った路線である。起点から青江交差点まではかつて国道2号であり、当線と重複していた。通常複数の道路の指定が重複している場合、地図上などでは番号の小さい路線が表示されるため、 この区間は事実上2号線として扱われていた。岡山県岡山市南区西高崎国道2号、岡山バイパスが交差する、青江交差点は、ラッシュ時を中心に一部激しい渋滞が発生する。青江交差点のすぐ北側には、指導泉町、青江線が合流する青江南交差点が存在するなど、短い距離に2つの交差点が存在する構造も、 付近の交通の作奏に拍車をかけている。青江交差点のすぐ南側は立教になっているが、これは1984年に廃止された岡山林港鉄道の古線橋の名残である。林港鉄道が現役の当時は踏切を回避するための古線橋として有用であったが、廃止後の鉄道跡地はこの付近では道路に転用されているため、現在は道路を立体交差する。 小道橋へと実態を変えている。小道橋の南側にある伊豆田交差点から玉野市の対交差点に至る1 5 0キロメートルは小島玉野克服という原動克服事業による改良区間である。事業名にある小島はこの辺り一帯がかつて小島軍だったことや小島湾管宅地を抜けることに由来する。藤田地区からは震度を南東に変え、 玉野市に入った対交差点で4車線区間は終了する。瀬戸内海を渡る海上区間はこれまで運行してきた四国フェリーが2019年12月16日に運行休止となったため東海上区間の定期運行は事実上の廃止となったが1988年に開通した瀬戸中央自動車道により解消されている。高松市の中央通りは 沿線に高層ビルが林立する、福音は36メートル、6車線の道路で、当線の中で最も規模の大きい区間である。その途中の番長交差点から終点の中心長交差点までは、国道11号と重複している。終点までの重複区間国道11号との分岐、香川県高松市、番長交差点原動瀬途中央自動車道経由。 橋梁一般道区間の瀬戸内海上には橋は架けられていないが、バイパスである自動車専用道路区間には鉄道と併用する瀬戸大橋が架かる。この瀬戸大橋は南美山瀬戸大橋や北美山瀬戸大橋など連続する6本から全長 12.3km の橋で、ギネスブックに世界最長の鉄道道路併用橋として認定されている。 道の駅四国側起点の右こ国道フェリー前にある案内看板当地を除く四国の県庁所在地がすべて記載されている瀬戸中央自動車道の区間を除く。並行する瀬戸中央自動車道のインターチェンジなどは瀬戸中央自動車道を参照のこと。岡山県香川県。ありがとうございます。